い、中島君。あ、なんだっけ。ああ、最新の道路情報をプリントアウトしたの。ああ、いつも悪いな。いいのよ、これくらい。なんか変じゃない、みゆきと中島くん。そうですね、喧嘩してるわけでもなさそうですけど。だからなおさら変なのよ。夏美、なんか知ってる？え？何？だからさ、中島くんとみゆきがさ、何？おはよう。おはようございます。早速だが緊急会議だ。全員会議室に集合。はい。過去1ヶ月管内で接触事故が多発しているのは知っていると思う。いずれも一方通行や時間帯で通行禁止になっている狭い道路や通学路だ。そんな道路の交通量がいきなり増えるなんておかしいですね。ああ、どうやらこいつが原因の一つになっているらしい。あ、抜け道マップ。もしかしてそれに乗っちゃったんですか？その通り、しかも特集記事でだ。でも通行禁止なんですよね。いくら空いてるからってそこを通るなんて許せません。そうは言ってもいるんだよね。それもたくさん。いいえ、自分くらいは自分だけならいいだろうっていう人がいるから、この世から事故がなくならないんです。そうですよね、みゆき先輩、夏美先輩。あ、まあ間違ってはいないかな。そうね。とりあえずこれ以上の事故を防ぐのが先決ですよね。ああ、中島の言う通りだ。そこでだ、明日から2週間この抜け道を重点的に巡回、取り締まりを強化する。小早川。はい。ルートのシミュレーションの作成を頼む。わかりました。ではよろしく。以上解散。先輩、一網打尽にしちゃいましょう。ええ、頑張りましょう。はい。あ、夏美、とりあえず実地で見てみたいから巡回するわよ。わかった。さてと、どこから行こうかしら。ちょうど子供たちが学校に行く時間にすごいスピードで車が走っていくのよね。だいたいこの道って通学時間は車は通っちゃダメなんでしょ。なんとかならないものかしら。わかりました。できるだけ早く対策を考えますから。本当にどうにかしてくださいよ。危なくて買い物もできんわ。ちゃんと取り締まるから任せてください。思ったより進入する車の数が多いわね。それだけ危険が増してるってことよ。こりゃ事故が増えるの分かるわ。特にこの辺りは通学路になってるし、子供たちが危ないわね。早く待ってよ。待って待って。あの子たちってゆうたやめぐみちゃんと同じくらいかな。そうね。何それ、怪獣。もっとかっこいいんだよ。ここも確か抜け道マップに載ってたわよね。夏美、この道もチェックしといて。あ、うん。みゆき。何？あのさ、みゆき、なんか話したいこととかない？え？だからさ、その私がいなくなって寂しかったとか、なんていうかほら、悩みってやつ。何よ夏美、変なの。え？別に悩みなんてないわよ。本当に？そうね、夏美がいないと静かすぎて妙に落ち着かないのよね。それくらいかしら。そうならいいんだ。でも何かあったら遠慮なく言ってよね。私たちパートナーなんだからさ。ありがとう。でも本当に何もないわ。それより心配なんかしてると向こうの訓練に差し支えるわよ。うん。あ、夏美とみゆきだ。こんなところで何やってんだよ。あ、みんな、またサボってんだ。あれ、夏美警察辞めたんじゃなかったの？あんたたちが心配で戻ってきたのよ。みんな元気？見りゃわかるだろう。こんにちは、夏美お姉ちゃん、みゆきお姉ちゃん。こんにちは。こんにちは。みんなよくこの道通るの？ここ毎日通ってるし、遊ぶのも大抵このあたりさ。でもこの道っていつも車が走ってるんじゃない？
うん、特に学校行くときなんかすごいんだぜ。今日なんか少ない方だよ。何かあったのか？うん、なんでもないって。みんな今から遊びに行くの？違うよ、買い物だよ。ほう、俺たち明日遠足なんだ。だからみんなでおやつを買いに行くところなの。へえ、遠足か、懐かしいな。私も前の日にはお小遣い握りしめて買い物に行ったもんよ。なるべく安くて量の多いもの選んでね。あ、そうだ、バナナっておやつに入んないからいっぱい持ってきな。古い、今時バナナはないぜ。化石だ、化石。なんだと？そうだ、恐竜だ、食っちゃうぞ。うわ、恐竜ってより怪獣だ。やーい、怪獣夏美。なにょーかえいいわね、めぐみちゃんも楽しみでしょ。うん、遠足初めてだから。めぐみちゃんとバスの席一緒なの。お弁当も持っていくんだよ。ママにタコさんウインナー入れてもらうの。へえ、きっと美味しいんでしょうね、めぐみちゃんも。あ、どうだ。魔法を助けてくれ。イブン、イブン、人聞きの悪いこと言うな、捕まえただけでしょ。ユータたちがお姉ちゃんをからかうからいけないんでしょ。めぐみちゃん、お弁当作ってあげようか。え、でもこう見えてもお料理得意なのよ。タコさんウインナーも入れてあげるからね。うん、バナナ持ってけ。あー、バナナだ。ユータ。あー、ダメだよな、諦めるって決心したのに。よかった、いい天気。おはよう。おはよう。私先に行くから、ちゃんと遅れないで来なさいよ。はい。行ってきます。何？今のってお弁当？しかも確か2つ。はあ、なんだそういうことか。よっしゃ、お昼か。サルちゃん、食堂行こう、食堂。はい。みゆき先輩も朝からずっとパソコンとにらめっこでお疲れでしょ。食べて疲労回復しましょう。そうね、私も行くわ。うん、あれ、おばちゃん、いつもの特盛りね。はいよ、今日も元気だね。まあね。お、なんで。おお、ちょっと、なんで中島くんも食堂なの？え？お弁当どうしたのよ？弁当？なんだよ、何のことだよ。ちょっと来なさいよ。おい、一休飯よ。お待たせしました。あれ、夏美先輩は？どういうこと？私が特殊部隊の訓練に行っている間に何があったのよ。別に何があったってわけじゃ。嘘ばっかり。だったらみゆきのあの態度は何なのよ。まるで中島くんと。辻本は知ってるのか。何よ。その小早川が好きなのは俺じゃない。中島くん、何よそれ。見てんのよ。あんたがいつもいい加減だからみゆきが迷ったりするんじゃない。俺にはそんな権利ないよ。確かに俺はいい加減だし、小早川にはっきり言う度胸もなくて情けない男だけど、小早川の気持ちは小早川のものだ。俺にどうこうできるものじゃない。中島君、それでいいっていうの？小早川が幸せならそれもいい。こつけてんじゃないわよ。そんなこと言って絶対後悔するんだから。後悔ならもうたっぷりしてる。あ、最後くらいカッコつけさせてくれよ。あのバカ。痛いとこ突き上がるって。俺は情けないよ。
冷たいビールよね。親父臭くないですか？どうせね、葵ちゃんは行くでしょ？ええ、行きます。みゆきと夏美も行くでしょ？マーチ、ごめん、私寄るところあるから、また今度ね。そんな、みゆき協調性に欠けてるぞ。中島先輩とデートでしょうか？でも中島さんまだ仕事があるって言ってましたよ。じゃあ何よ、なんだかみゆき嬉しそうだったけど。悪い、うん、私もパス。ちょっと夏美、先輩たち何があったんでしょう？さあ、その先輩の穴は後輩に埋めてもらうわよ。今日はとことん付き合ってもらうからね。当然ですね。めぐみちゃん、全部食べてくれたの？美味しかった？うん、とっても美味しかったよ。たくさんウインナーも。よかった。すいません、めぐみの分だけでも申し訳なかったのに、私の分までいただいてしまって。いえ、私が好きでしたことですから、かえってご迷惑じゃなかったかと。とんでもない。久しぶりに美味しい手料理を楽しめましたな、めぐみ。あのね、みゆきお姉ちゃん。何？また作ってくれる？え？めぐみ、遠足は当分ないからお弁当はいらないだろう。でも、お弁当じゃなくても食べたい。お父さんも食べたいでしょ？そりゃあな。でしょ？でも、あんまりわがまま言っちゃダメだぞ。あら、みゆきさん来てたの。こんばんは、お邪魔してます。ねえ、せっかくだから一緒に夕食食べていかない？あ、でも今日は遠慮なんていいから。そうだ、ケン君と夏美さんも呼べば？ああ、そりゃいいですね。いえ、本当にちょっと用事があるので。そう、残念ね。じゃあ私はこれで。またね、めぐみちゃん。さようなら。また来てね。どうもありがとうございました。みゆき。みゆき、はっきり聞くけど、あんた本田さんが好きなの？どういう意味？どうもこうもそのままの意味よ。みゆき、中島くんのことは嫌いになったっていうの？中島くんのことは関係ないの。関係ないって何それ。そんなこと中島くんに面と向かって言えるの？そりゃ中島くんも悪いよ。もう付き合ってるのかどうなのか、いつまで経ってもはっきりさせないし。でも中島くんの気持ちぐらい分かってるでしょ。それにはっきり言わないのはあんたも同じなんだから。そういうことじゃ。違う。え？分かってるの。中島くんのことも本田さんのこともはっきりできないのは全部私の気持ちの問題なの。だからほっといて。何言ってんの。私たち大事なパートナーじゃない。放っておけるわけないでしょ。それとも私はもうパートナーじゃ。違う、そうじゃないの。おかしいじゃない。今まで何だって話してくれたし、私も信じてた。だから私がいなくなるのをみゆきが寂しがってると思ってた。みゆき、もしかしてその寂しさを本田さんに埋めてもらおうと思ってんの？分かったようなこと言わないで。
どうしたの二人とも。さあ、でも今日は一言も話してないですよ。なんかただごとじゃないって感じですよね。沙織ちゃん。はい。何でしょう。私このシミュレーションを仕上げちゃいたいから、ケイラ代わってくれる？はい。夏美先輩、よろしくお願いします。じゃあ行こうか沙織ちゃん。おお、先輩待ってください。あ、沙織ちゃん、ちょっと寄り道しようか。はい。どうした、いつも元気いっぱいのお嬢ちゃんが今日はまた嫌に静かだな。まあ菓子でも食べて元気を出しなさい。はい、いただきます。にゃーんねえ和尚さん、人間迷った時ってどうしたらいいと思います？おお、ますます珍しいの。お前さんにも悩みがあるか。そりゃあります、ありまくりです。悩みなんてもな、人それぞれ。その解決策もまた人それぞれじゃ。そんなの何のアドバイスにもなってないじゃない。どう思うかはお前さん次第じゃ。相手をすごく傷つけたって分かってるなら謝るしかないのかな、許してくれるまで。先輩、そろそろ巡回に戻らないと。あ、うん、分かった。課長、抜け道巡回ルートのシミュレーションできました。ああ、ご苦労。課長、お願いがあるんですが。うん、なんだ。夏美とのコンビ解消したいんです。というわけで辻元、しばらく佐賀とコンビを組んでくれ。課長、お前が特殊部隊に移るまでの間、後任になる佐賀をみっちり仕込んでやってくれ。でも以上だ。なんだって。もしもし、夏美さんでしょ。どうしたんすか。どうしてわかるっすよ、表示出てますから。あ、そうか、そうだよね。いや別に用はないんだけどさ、ごめんねこんな夜中に。いえ、俺も声が聞けて嬉しいっす。そう。はい、私も。でももう遅いからまたかける、ごめんね。いえ、じゃあおやすみなさい。おやすみ。あ、夏美さん。何？元気出してくださいね。うん、ありがとう。はあ、私もみゆきのこと言えないよね。はい、この時間、ここは通行禁止です。入らないでください。やっぱり変よ。夏美さんとみゆきさんのことですか。中島くんもね。一体何があったんでしょう。夏美先輩、本当にいいんですか。え、何。だって夏美先輩が僕と一緒にいるのってあと少しなんでしょ。お二人は私の憧れで、だから最後までみゆき先輩とコンビでいてほしいんです。沙織ちゃん、ごめん、心配かけちゃってるね。これじゃ先輩失格かな。でも今は仕事しよう。はい、じゃあボード取ってきます。とはいえどうしたらいいのかなんて私にも分かんないし。あ、待ちなさい。